もういや桐島さんマジ切れ寸前だったよな。ほんとビビりましたよ。あとちょっとで口割りそうになりましたから、うん、八重ちゃんたちが店に来るの久しぶりだから張り切っちゃった。もちろんトールくんの誕生日のお祝いもね。ありがとうございます。兄さんお酒用意してるけど飲む？ああもらおう。トールくんはいつもの？はい、いつもの？トールくんは葵くんと来てた頃からずっと同じの食べてるの。はい、揚げ出し豆腐。揚げ出し豆腐？トールくんが料理名すぐに忘れちゃうからいつものになったんだよね。そうでしたね。おいしいの？お嬢にも一つあげますね。うん、暑いから気をつけてください。あれ、八重ちゃんも気に入った？うん、すごくおいしい。よかった。そうだ、八重ちゃんには懐かしいもの見せてあげるね。これ覚えてる？めめちゃん。めめちゃん、また新しいキャラが。お父さんがくれたの。おもちゃ屋さんで見て欲しがってたんだよねって話した次の日に持ってきてくれたの、羊のめめちゃん。へえ、娘のことになると行動力がすげえな。うん、なんだ霧島。ああいえ、組長はこのめめちゃんを覚えてます？何言ってんだ。覚えてるも何も、これを買いに行ったのはてめえだぞ。え？すいません、いろいろ店回ってるうちに名前を忘れちゃったんですけど、羊で会ってましたよね。とか言ってラム肉買ってきて俺に殴られたの忘れたのか。葵が笑いすぎて死にかけてたぞ。ラム肉、そうだったの？そういえばその後買い直しに行きましたね。その頃から話をちゃんと聞かねえやつだったな。昔の俺、無能すぎるな。めめちゃんをプレゼントされた時、八重ちゃんすごく喜んで、私が忙しい時は唯一の遊び友達みたいに一生懸命いろんなことをめめちゃんに話しかけていたわ。へえ、ちゃんと役に立ってたんだな。八重ちゃん、兄さんと会える日は私がカレンダーに丸をつけてたから。ほら、この日がお父さんと会える日だよ。丸がある日が近づくと八重ちゃん大はしゃぎだったよね。はあ、なるほど。定期的に組長が妙に機嫌がいい日があったけど、今思えばあれはお嬢に会う日だったのか。なんか機嫌いいな。なんだ、あれは組長なりに大はしゃぎしてたんですね。はしゃいでねえよ。